はスキーを滑れるようになったんだ。うん、まだ完璧って感じじゃなかったけど。で、あれ？ヤッホー！お疲れ様。今はぐみちゃんがゲレンデに行った話を聞いてたんだ。そうそう、この前マヤさんとかとスキーに行ったんだ。マリナさんはスキーできる？私は滑るだけならって感じだけど。ねえはぐみちゃん、他には誰と行ったの？みーくんとひなさん、それとあこちんだよ。にぎやかなメンバーだね。楽しそう。すっごい楽しかった。雪だるま作ったり雪合戦したりしたんだ。そこではぐみちゃんがまやちゃんにスキーを教えてあげたんだって。そうなの。まやさんって運動が苦手でスキーもあんまり得意じゃないって最初は嫌がってたんだ。雪の上を板で滑るって考えてみると結構怖いもんね。止まり方とか最初はわからないし。だけどはぐみは頑張って教えたよ。最初は言いたいことあんまりうまく伝わらなかったけど、だんだんまやさんがはぐみの言いたいことを分かってくれるようになって、まやさんも滑れるようになっていったんだ。はぐみちゃんは何かを言葉で伝えるのを苦手？体を動かすのは得意だけど、うまく喋るのはあんまり得意じゃないんだ。だけどマヤさんはどんどん滑れるようになって、そのことではぐみにすっごいありがとうって言ってくれて、はぐみはそれがすっごくすっごく嬉しかったよ。はぐみ体を動かすの大好きだけど、はぐみのしたことで目の前の誰かがスポーツできるようになっていくのもいいなって、その時思ったんだ。なるほどね。はぐみちゃんは教える楽しみに目覚めたってわけだ。そうなのかな。そうじゃないのかな。私もちょっとその気持ちわかるから。本当？本当本当。サークルのスタッフやってるのも、ここでバンドやってくれるはぐみちゃんみたいな子を応援したいからだよ。目の前で誰かが光り輝く姿、それを支えてあげられる喜び、私にとって宝物みたいな時間だよ。うん、ちょっとわかるかも。でしょでしょ。誰かの役に立てるのって嬉しいよね。伝えて、スポーツって楽しいってたくさんの人に